岩風寺の寺として知られる奈良市の大安寺で、竹に感謝する伝統行事、竹供養が営まれました。大安寺の竹供養は、中国の暦で竹を植えると良いとされる竹水日の今日、毎年営まれています。人々の生活に多くの恩恵をもたらす竹に感謝する法要で、例年は健康と長寿にご利益があるとされる笹酒の提供などで3000人ほどの参拝客でにぎわいますが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、僧侶と関係者のみの法要となり、ひっそりとしています。法要では新型コロナウイルスの早期収束への祈りも捧げられました。新型コロナウイルスかの、その後境内の竹林に移動し、竹が持つ力がさらに増大することを祈る竹林の儀が執り行われました。僧侶らは参列できない参拝者に代わり、熱心に祈りを捧げていました。